史の知識だけじゃなくてその時代背景と武器に対する広い知識が必要だと、それが重要だというふうにおっしゃってますね。日本文化を受けました。こうした文化財は国民の宝でもあるわけじゃないですか。でこういった伝統文化を受け継ぐための仕組みをそろそろしっかりと国が作んなければいけないんだろうなというふうには思います。それとね、まず徳川の家臣って言ってるんですよ、だから、まず徳川が助けなさい、そして徳川がお金が足りなかったら我々が出しましょう、それからもう一つおっしゃった技術の問題ですね、これやっぱり美術大学とかもう他の、ね、システムでこれやらないと3人じゃ危ないんですよ、そうですね、なんか谷本さん、こう強力なバックアップできないですかね。そうですね、今日本とのブームが起こっている、なんかこのストーリーを持たせて多くの方たちに来てもらう、そういった仕組み作りができればいいですよね。さあ修復費用の高騰、後継者不足など問題山積ですが、崩れゆく文化財どうやって守っていけばいいでしょうか。